状況にできたっていうのは僕のサッカー人生快挙だっていう。淡々とひたすら試合に戦いに行くのグラディエーターみたいな。これちょっと前代未聞なんですけど、はい、ここはちょっとは元日本代表の安田道博さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベストイレブン選出の基準何か設けましたか？現役中に J リーグのクラブ8クラブ行ったんで、はい、その中で一緒のチームでプレーした選手っていうのを選出基準にしました。安田さんめっちゃ面白い。安田さんでしか語れないベストイレブン、ごちそうさまでした。ガンバのクールな選手が多い中、道は気さくで好きやったな。個人的にトス、千葉時代が好きでした。安田さん、準レギュラー決定でお願いいたします。ミッチェル、明神のタクシー代のお支払い、3回並んだの笑った。ずば抜けた愛されキャラ、みんなから愛される選手でした。ありがとう。黄金の中盤は激アツ。道、ナビスコかっこよかったよ。覚えてるよ。両足蹴れて走力あるミッチー大好きだったな。監督2人という結構異質な形になりましたけど、はい、最強ベストイレブンと、まあ、監督ですね、はい、最近のこう J リーグの選手確かにこうみんな実力も上がってきて思いますけど、プレイヤーとしては別にキャラクターとしても花のある選手っていうのがなんかもっと出てきてほしいなっていうふうに思いますね、うん、トゥーさんなんてもう典型じゃないですか。あ、確かにこんな強烈な選手いないですよ。でもやっぱりこれぐらい強力なパーソナリティとかキャラがある選手、やっぱりこう見ていてすごいワクワクするし、この選手を見に行きたいって思わすような選手がなんかいろいろ出てきてほしいなっていうふうに思いますね。